はい、くなぱんです。引き続きのび太の牧場物語遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、1年目の夏の15日目になってます。今日からちょっと一番初めにちょっとやることリストみたいなのをちょっと出していこうかなと思ってます。ちょっと忘れがちな心もありますので、はい。まあ一番、まあ今やらないといけないことっていうところで、まずはそのビーナさんと仲良くなるっていうところと、あとは牛さん羊さんを増やすために動物の小屋を大きくするっていうところと、ネラルさんおそらくですけど、このローボックルっていうやつのイベントのために必要な人物な気がするので、そこのネラルさんと仲良くなる、そこの3つを重点的にやって、まあ他はちょっと時間があればっていう感じでやっていければなぁと思っております。はい、ではまずはいつも通り朝のお仕事からやっていきます。はい、あ、これじゃないの、これだ。次の夏こそあれですからね、もうパート10にしてコンテストで優勝しないと。鶏があるっていうことは、あれ？ちょっと待ってよ。春に馬レースってありましたよね。よいしょ。カレンダー、次の季節が見れないからな。街だと、街のカレンダーだと見れるのかな。ちょっと忘れないうちに、先に見に行こうかな。ごめんね、ちょっと行かないところがあるんだ。忘れないうちに。で、今日はイベントだよな。うん。おはよう、のび太お兄ちゃん。ラム、朝のお散歩中なの。あ、こちら、これだ。やっぱりわからないな。けど、こういうこと考えると、鶏コンテスト、で、おそらく、犬の横が馬な気がするんで、馬レース。ということは、牛と羊もっていうことかな。という、おはよう。秋と、冬に。その可能性もあるので、どんどんあれですね、動物のおやつは消費して仲良くなっていかないとですね。うん、あ、ミルク回ってないな。で、犬にもあげたから、あ、けどもうこれはちょっとあれかな、
他いろんなもの買わないといけないものもあるんで、ちょっと節約。あれ？いつの間にかミルクを入れちゃってましたね。だからこれで、普通にここからは水やりで進めていきます。できたなぁ。おーおーおー、おいしそうだな。ということは体力が減る。仕方ないか。で、あとはまあ食べ物はある程度残してた方が良さそうですね。なんか料理とかで使うと思うので、でもある程度お金もなんかいい感じに貯まるように、やっぱり夏に虫が多いっていうところと、あとはやはりイルカさんが来てから非常にあれですね、助かってますね。だからこっから、違うな、こうだな。よし。この人でもいい感じですからね。あ、そうだ、あとは。大事なもの持ってきてないな。収納箱もパンパンになってきてるな。どうしようかな。とりあえずここら辺を今日は何をいただけますかね。フグさんくれて、フグは3つくれるんだっけな。キスくれて、うなぎをあげよう。これ元気になるでしょう。で、これ、このうなぎ元気になるのかな。うわぁ、なんだ。タコ。ああ、4つしか持てないか。向こうに行く前にパンパンになっちゃうかもしれない。うわぁ、パンパンになる。いや、ついに。え、これ何これ。いやー、ついにあれかな。ついにというか、やはり、カバンを大きくしないといけないかな。確か、小屋の、小屋の強化は、5600円だったと思うんですよね。ちょっとメモ見ないといけないですけど、携帯あ、5900円か。5900円だから、利便性考えて、あれ1カバンは1万2000円だったと思うんで、買いますね。買おうも
で、イチゴも、どうも。あ、よしよし、イチゴいっぱいあるんで、もう無料を配布して仲良くなっていく作戦を。いや、あ、のび太あげるよ。ちょっとボタン間違って自分で食べそうで怖いですね。おお。じゃあ15時今日やってるかな。ほらアロエか。アロエも体力回復したと思うんで。取りに行こっかな。うん。顔は？ないよね。うん。あ、イベントだ。さて誰だ？ランチだ。おい、ランチどこへ行くの？あ、のび太じゃないか。今料理屋に向かう最中なんだ。どうして、どうしたって料理は食べに来たけど、あ、前料理屋に人が来ないっていうイベントありましたね。ところが今日は行きたい気分なんだ。何か怪しいしってなんだろう。え、どうしてこんなにたくさん。よし、何食べようかな。みんな来てるし。あれ？静香ちゃん、ドラえもんに、ジャイアン、みんなも来てたの。俺もよくわからねえんだけど。なんかあれですね。ドラえもんの道具使われてる感じですね。三人ともとっても忙しそうだけど大丈夫かしら。フェスターさん、フェスターさん大丈夫？疲れが出てるだけみたいだね。急に忙しくなってしまって。よく休ませた方がいい。病院に運びましょうか。そうだ、それがいい。静香君、病室の準備を頼むよ。この二人なら運べますね。皆さん、うちの主人が本当に、お店は閉めた方がいいですよ。絶対的にこれ、トランさんは病院について行ってください。お店は僕が見ておきますから。スネ夫の仕業な気がしますけどね。あれ、さっぱりさ。もしかして。グルメテーブルかけ結構前からですからね。これかな。なんだ？そうか。ヤーメンさんの。引き寄せる力のある秘密道具なんだ。それでみんな引き寄せられたに違いない。料理屋では見たことない。ヤーメンさんですね。
隠してないよ。もしかしてトランさんかレッサーさんが間違えて使った、トランさんかレッサーさん。それじゃどっかにあるのかもしれないな。みんな探してみよう。見つけたか。見つからないよ。こっちもなかった。どこにあるんだろう。僕も少し探すよ。みんなお手伝いに持った方がいいよ。ね、おう。見つけたらすぐに言うよ。頼んだぞ、スネ夫。その関係あったスネ夫君に頼んで、僕らは他の秘密装具を引き続き探そう。そうだね。そうだね。うん。いや、もう元気やん。落ちてるとかっていう話ではないんでしょうね。やっぱり仲良くなっていかないとなのかな。あ、そうだ、何しに来たのかって、雑貨屋今日やってるかを見に来たんだ。あれ、猫ちゃんは、よしよし、朝牧場にいたよな。あ、今日やってるな。あ、ネティさんだ。のび太くん、今日はいい元気、いい天気ね。あ、いたいたいた。ネラルさんに1号。あ、おい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 、ダメか。いいタイミングでいたんだけどな。ああ、やっぱり食べてしまった。もったいねトリスさん、いたいたいた。よしよし。よっと。お昼。違うな。今日は火曜か。うん。チョンコの猿は。真ん中っすね。よいしょ。わあ、しかもセミ2匹いる。キャー、まあ、いいや、諦めよう。え、わあ、ここにも虫いるじゃん。うまそう。よしよし。今日暑いね。で、あとは、あれだな。うん。大樹行けばいいか。なんか先に。そう。いやいやいや、違います、違います。すいません。返してください。よいしょ。いや、けどあれだな。死は。
ケン君にあげないとな。で、釣り。先に、根っこに行こう。完全に忘れてましたけど、ここで釣りしないと。この前なんか変なものを釣りましたからね。よし。またなんかナメコみたいなの釣れるかな。うわ、ナマコ釣れた。ここはなんか違うものが釣れるのかな。あ、おばあちゃん、ちょっと行くところがあるのよ。あとはそうだ、もうお店やってるな。何やってんの。怪しいやつね。お前の方が怪しいでしょ。じゃあカバンをくださいな。トウモロコシ、トマト、ひまわり。よし、ついにカバンがもっと大きくなった。またカバンを買ってくれてありがとう。それじゃあ早速入れ替えましょう。うわ、赤くなった。これから今までよりもっとたくさん荷物入れられるわね。やったー。これでマックスなのかな。あ、マックスか。やっぱり赤くなった。よし、これで、2、3、4、5、6、7、8、24個持てるのか。で、あやつはどこじゃ。ああ、変なとこいるな。え、ここまで来たか。だから、コロボックルっていうか、いうのかな、もしかして。これだ。あれ？リスとか小猿とか増えた。あった、食べてしまったもん。止まっちゃった。絶対コロボックル探してるでしょ、このコロコロで。これやっぱここら辺にいるのかな。仲良くならないといけないのか、近くを通ればイベントになるのか。探してるな。よっと。よっと。結構虫取れるな。じゃあこの一部を
一部というか一匹をケン君にあげよう。4つ。じゃあケン君は、ケン君ピチョンコにいるんだ。虫を取りに行ってんのかな。うわはは、ケン君やーい。あ、いるじゃん。ほい、5段まで。2、3、4、5、6、7、8。24の5だから120預けれるんだ、1日に。あ、そうか。まだ石材が売ってないんだ。これで、シーザンタウン行けば、わかるか。で、4862円。で、石材はおいくらでしょうか。下からいった方がいいかな。10円ね、10円。石材10円か。結構、荷物がパンパンになっちゃってるんで、だんだん暑くなってきたから外に出るときでも気をつけるのよ。だからこのパンパンになっちゃうから、ここぐらいはこれで2000円ぐらいゲットですからね。そしては残りの体力使って、じゃあちょっと掘っていきまーす。はい、戻ってきました。今回はなんか地下3階まで行けたので、鉄鉱石7とかちょっと多めに取れましたね。で、その3階まで行ったんで、結構その11時半ぐらいまで掘ってたんですけど、まあ、化石とかあんまりいい感じに取れました。まあ、これって、まさかの、46、まあ足りないかな。あ、ちょうど46足りるんだ。これで明日、動物小屋を大きくできますね。はい。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では、のび太くん、おやすみなさい。おやすみ。